お世話になります。一人でございます。ゼロの秘宝番外編でですね、この村にいる人々はだいたいキビキビ状態になると思うんですが、まあ、こいつを除いてな、なんでここにねサザレいると思うんですよ。サザレもキビキビ状態になるんじゃねえか説あると思いますので、さすがになんないと思うけど、まあちょっとどうなるのかね、サザレ、やっていきたいなと思います。まあこのまま、普通にもう緑の仮面青の円盤クリアして、それサザレのイベントだけ進めてないみたいな、状態なんですけど、その状態でちょっとやってみましょうか、どうなるか。はい、行きましょう。はい、これで、もうももらっている状態ですので、はい、あとここを確認して進めていきましょう。はい、まあ序盤はほとんど関係ないんでね、まあ、結構飛ばしていきましょうか。はい、これでスタートということですね。で、序盤は特にキビキビ状態になってないと思うんで、まあ、普通に次のとこ行きます。はい、みんなで、北上に来ましたと。それでサザレはどうしてるかな。サザレいて、まあキビキビ状態になってないよね。まあ当然まだみんななってないんで、まあまだ大丈夫そうだということで、進めていきましょう。さらに、はい、キビキビ状態初めて来ました。いいね。はい、それでこっからまた、公民館に入る、下りですね。なんか植木鉢から取る下りあると思うんですが、まだサザレがいてちゃんと、まあまだねキビキビ状態になってないからまだいいんだけど、まだキビキビ状態じゃないですね。じゃあ公民館入って進みましょう。じゃあ見つけた人が、じゃあねる君出てきた。はい、見つけました。いや、ここらで多分もうみんなねキビキビ状態になってると思うんで、はい、キビキビ状態になってますもん。はい、これでやばい状態ですが、これ他の人どうなってんだっけ。ここでいないのか。あ、まだキビキビ状態見れないのか。あ、でももういなくなってんだ、みんながいないんだ。あ、まあ、寝静まってる的な感じなのか一応これ。あ、てか外に他のやつらもいないんだね。別に、いないんだ。この後キビキビ状態のなんか住民がいるけど、家に入ってるせって、あ、サザレいないじゃん。サザレも避難してんのか。避難っていうか、まあこれ多分みんな多分家に帰ってる設定だと思うけどね、多分。まあ、これ一応進めてみます。キビキビーキーピー。マンキーここで進化するというね。すぐり待ってるよ、ちゃんと。こんな一大事で。あ、これでネモが、どっか行っちゃうシーンですね。バイバイ。はい、それでここで、あ、そう、キビキビ状態になってんすよね。ここでわざわざ出てきたんだ。多分家から出てきたってことだよね、多分おそらく。あ、ここでもいるから、ってかこの前が意外だったな、っていうかサザレ以前に。このさ戦いの前みんな住民は家に帰ってんだね。それが意外だったわ。ってことはサザレも、あー、現れてないんだ、出てこないんだ、どっか逃亡してんだ。いないじゃん。キビ。ちゃんとここに住民いるのに、サザレはやっぱキビキビ状態になってないと。回避したんだ、なんとか。でも住民もどういうことなんだろう。家の中で勝手にキビキビ状態になってたってことかな。こっからボタンとペパーがキビキビ状態になるんですが、やっぱりサザレは相変わらずいないと。いや、どうやって逃げたんだ、危険を察知したのか。また引き続きじゃあ進めていきましょう。モモワローゾーン、多分まあさすがにクリアしないと無理っぽい感じではあるけどね、一応ね確認程度に。はい、でキビキビしてるペッパーボタンの裏側でサザレは何をしているか。いない。サザレは被害を免れてる。さすがだね、こんなキビキビしてる間にやるね。まあ、引き続き進めていきましょう。はい、キビネも倒しました。はい、それでちょっと思ったんですけど、やってる最中にここで、そう、ネモ前に一応見れたんですけど、サザレ混ざってないよね。
さすがに混ざってないか。混ざってないか。ちょっと水力タウンもう一回戻ってみましょう。一応ね。あー、いないか。やっぱいないか。サザレ察知能力えぐいでしょ。危険察知能力。はい、じゃあモモアロさん倒していきましょう。 OK、 倒した。はい、キビキビパニック終わり。はい、それでもう一回一応見ときましょう。さすがに戻ってるでしょ。さすがに危険察知能力のいいサザレさんだったら戻ってんじゃないの。はい、いるか。いたいいね。お前全然関係ねえ感じでいるな。お前キビキビパニック知らなかったのか。お前君はええと、そうだ、パルデアからやってきた林間学校中の学生くん。お前キビキビ中逃げやがって。お前キビキビ状態のこと知らなかったのか。あれ撮った方がよかったぞ。なんなら撮影した方が。まあということで、まあサザレはキビキビパニック中は消えるということで、でもう一つ思ったんですけど、これサザレ普通にこれで進んでって150匹集まったらね、それで拠点を移すじゃないですか、あっち側に、あの森側にね。それでそこにテント張って、そこで暁ガチグマのイベント始まると思うんですけど、だからキビキビパニック始めて、あの暁ガチグマの方できるのかやってみましょう。それでもし仮に暁ガチグマのやつできたら、その後サザレ戻ってきますから、北上の里に。ですからそれでどうなるのかもちょっと気になるとこなんで、ちょっとやってみましょうか。一回リセットしてね。はい、じゃあリセットしたんで、まずサザレのイベントね、ちょっと進めていきましょうよ。それであっちに行きましょう。はい、これでスタンバラせます。はい、どっか一かして、この状態でキビキビパニック開始して、村にキビキビパニックを起こしましょう。はい、キビキビパニック開始。はい、北上到着。はい、これでスグリに会いに行こうってあるんですが、これで、こっちにマークついてますが、ここの段階でサザレのとこにマークついてるかな。あ、マークついてる。だからこの、まあこの段階別に関係ないけど、この段階でもついてるってことはいけそうな気がするね。なんか、まあ、この段階では普通にまだサザレいる状態だけどね、本来だったら。ただキビキビパニック中もまあいけなくはなさそうな気がする。まあ進めていきましょう。この人たちも呪いと関係あんのかも。ということで倒して、ネモがどっか行く。これで、町はキビキビ状態ですから、はい、これでキビキビ状態になってますよね。で当然サザレはここにはいなくて、さてこれでいけるか、サザレのところ。あ、サザレのイベントやってんのかい、やってんのかい、やってんじゃん。行ってみよう。じゃあこれでサザレのイベント進めて、サザレがまあ戻ってくるか確認してみましょう。さすがにね、北上の里に戻ってくるとは思えないけど、どう考えても。でも話の流れ的にまあありえなくはないから。あれ、え、あれ、サザレいない、え、待って、サザレいない、いなくね、いないの、え、いないじゃん、え、これあんのにいないんだ、え、サザレ逃亡してんじゃん。え、ってことはちょっと待って、またリセットしまして、サザレを、サザレのイベントをあそこまで進めましょう。あのキャンプでテント張るとこまで進めてやってみましょうか。ちょっともう一回やるの面倒だけど、これでこのあとあそこの森のとこ行って、それ戦って、そうすると、ガチグマのイベントでテント張ってっていうところあるんで、まああの状態ではテント張る前ではなんかどっか行っちゃってるっていう理屈は、なんかまだサザレがついてないみたいな理屈成り立つと思いますけど、テント張ってる状態でいなくなってたらもうおかしな話ですから、まあ、それでちょっとやってみましょうか。
ああ、やっぱここにいますね。だからさっきやっぱいなかったんだ。明らか分かるとこいるもんな。はい、テント設営しまして、それで話も進めときましょう。はい、森のポケモンを調査しようってなって、ただこの状態で放置しときましょう。それでキビキビパニックを起こしていきます。俺何回これやんだよ。はい、キビキビパニック開始。この人たちも呪いと関係あんのかも。 OK、 これでキビキビ状態を発生させました。はい、ネモがどっか行って、はい、それで町の人たちも全員キビキビ状態になってます。この状態で行ってみましょう、もう一回ね。はい、あ、これの矢印はあるね。旗はあって、さてテントは張られてるか。さてテント張られてるか。え、テントごと、ちょっと待って待って待って、え、来たけど、ええちょっとサザレさん、テントごと撤去してんの。え、ちょっと待って、サザレさんいないよマジで。え、テントごと撤去して、えぐえぐサザレさんえぐ。え、ちょっといないよね、マジいないわ。テントごといなくなっちまったんだ。えぐ、サザレさん。まだ途中で、しかもこれあんのにね、このさマークあんのに、マーク残したまま消えちゃうんだ。無責任だな。キュンとキュンとキュンとさ